今日も一日元気に参りますぞ。それでは紙芝居の始まり始まり。愛禅カツラ。原作、川口松太郎。脚本、え、沢二郎。昭和初期、川口松太郎による小説、愛禅カツラは人気を博し、その映画は空前の大ヒット。 ともに大流行した主題歌は時空を超え今でも流れる懐かしの昭和ロマンス。戦前のモダン都市東京を舞台とした医者と看護婦の恋物語さて二人の愛の行方はいかに春の日差しが窓辺を照らす津村病院の廊下ここで働く看護婦高石勝恵は23歳。 病院内で評判の美人であるが、そのおもざしにはどこか陰りがあった。高橋さん、これは光雄様。呼びかけたこの端正な顔立ちの青年は、津村病院の御蔵師、津村光雄。29歳の彼はこの度若くして博士号を授与され、今夜その祝賀会を挙げることになっていた。高橋さん、聞きましたよ。 今晩僕のために歌を披露してくださるそうですね。恥ずかしいですわ。でも、精一杯歌わせていただきますわ。祝賀会も竹縄になり。それでは皆様、お待ちかね。次は高石看護婦による読書です。え、ちょっと待って。高石さんは伴奏なしで歌うのかいなら僕が弾こう。歌の題名はええ、ドリーゴのセレナーデですわ。 造のピアノのの伴奏に乗せの歌声はよくさえわたり息の合った2人のセレナーでは見事な出来栄えだったなんて魅力的な人なんだ高橋さんという女性は造はすっかり楓に魅了された盛大な祝賀会が終わり造は楓を銀座の資生堂パーラーへと誘った今日のあなたの歌声は本当に素晴らしかった。 作曲までなさるそうじゃないですか。僕の望む女性がこんな身近にいたなんて、僕と結婚してくれませんかえそんな、構造様と私では身分が違いすぎます。そんなこと気にしません。そう言われましても、私。勝ツには今年で6歳になる娘がいた。当時、看護婦は独身が原則、若くして未亡人となったかつえは、娘を姉に預け、 子供のあることを隠し通してきたのである。その夜遅く、看護婦の寮ではなかなか寝つけないカツエがいた。高石さん、電話ですよ。当直の用務員がカツエを呼んだ。こんな夜更けに誰かしら寝巻きに羽織を引っ掛け、病院の暗い電話ボックスの中に入ると、そこには、あ、構造様高石さん、今日の僕のせっかちな申し出はお詫びします。 でも僕はやっぱりあなたを諦められないあなたが好きなんです突然抱きすくめられた勝恵構造の腕の中で勝恵の胸は高まりを抑えることができなかった一方津村家では構造の縁談話で持ちきりであった持ってきた縁談をことごとく断るとは一体どういうつもりだ僕だって 自分の意思で決めたいのです。自分の意思ですって。つむだけの嫁は、代々医者の娘からと決まっているんですよ。まさか、お兄様。あの高いし看護婦じゃないでしょうね。歌の伴奏まで自分から買って出るくらいですからね。はははは。新緑の5月、構造は谷中の愛善堂へ活絵を連れ出していた。経は 見上げるばかりの大きなカツラの木。この木は愛禅カツラといってね、縁結びの木なんです。こうやって手を置いて男女が誓いを立てると必ずや結ばれると言います。僕は家を出て京都で医学の研究を続けようと思うんです。一緒についてきてくれますか僕は感動も格の上です。カツエの心は乱れた。私に子供があることを知れば、この人を失うことになる。つかの間でもいい。 この人についていてきたい勝えはかつらの木にぴたりと手を重ねたいよいよ京都へ立つ夜が来たそこへ不意の知らせが我が子敏子が高熱を出したという勝えはすぐさま青山の家へ駆けつけた「し子ちゃんママちゃん今夜は寮に帰らないでこのままし子のそばにいて」。熱っぽい目で 母を凍る我が子。勝恵は胸をかきむしられる思いだった。あ今何時だろう。時計の針は10時40分を回った。構造との待ち合わせは11時。新橋駅。今夜は行けなくなったことだけでも伝えねば。勝恵はタクシーに乗り込み、新橋駅へ急いだ。 11時5分発下り急行発車しまーす勝恵は無我夢中でプラットホームへ駆け出した「造様造様悲痛な叫び声を張り切るように走り去っていった勝恵は悲痛との恋が今 目のの前で引き裂かれてくるのを感じた。もし間に合っていたら公造様のお顔を見たら私汽車に飛び乗っていたかもしれないこれでよかったのよ私にはし子がいるし子を置いてはいけないさようなら公造様やがて季節は過ぎて秋の色も濃くなっていった看護婦を辞め姉の家でひっそりと暮らしていた勝恵 そこへ一通の手紙が届いた。ね、姉さん。どうしよう。レコード会社からよ。私の作品が当選したって。以前、作曲募集に作品を送ったことがあったの。構造さんのことですっかり忘れていたわ。ほら、私を専属作曲家として雇いたいですって。ようやく運が向いてきたんだよ。十八で年子を産んでから。苦労続きだったじゃないか。 コウゾさんとは所詮叶わぬ夢だったんだ。それよりも勝つえ好きな音楽で食べていきたいというあんたの夢。あんたの夢が今、花咲いたじゃないか。これで姉さんとトシ子と三人で暮らしていけるわ。ママね、トシ子と一緒に暮らせるお仕事見つかったのよ。じゃあ、ずっとママちゃんの歌を聴いて年々できるのね。そうよ。ずっと、ずっとよ。 姉さんここを引っ越して新しい生活をしましょうよ一方その頃津村病院に戻ってきた幸造は勝江の行方を探したがもう青山の家にはいなかった勝江はなぜ約束を破り行方をくるましたのか訳もわからぬまま半年が過ぎ年の瀬を迎えようとしていた幸造は熱海にいたこの地で開業した友人の病院を訪ねがてら診察を手伝っていた そこへ子どもの患者がやってきたお名前は高石敏子高石なぜかその子どもの顔にどことなく重なる活への面影付き添いの方はあなたのお母さんううんおばちゃんだよ私のママは今日東京から5時16分の汽車で着くのお正月はね熱海で過ごすのママはお歌も作れる歌手なのよ お母さんの名前はなんていうの高石か栄。構造の手は震えていたまさかとは思いながらも構造は熱海の駅でその汽車を待っていた年子ちゃん風はもう大丈夫なの真っ先に汽車から降りてきた女は紛れもないかつえその人か栄は満ち足りた表情で垢抜けてさえ見える一体どういうことだあの大きな子供はどうしたんだ しかも、いつの間にか歌手になっていたなんて、僕は今日まで思い切れずにいたのに、あの人はもう、とっくに、新しい道を歩き出していたとは。活影を見送る構造の目から涙がこぼれた、コートの襟を立て、人知れず、それを拭った。白衣の天使から歌手への転身。 年明けの新聞に載った高石勝栄の宣伝文。レコードデビューからすぐに、勝栄の人気はうなぎのぼり。この日、勝栄は歌舞伎座の大舞台に立っていた。二階席を埋め尽くす看護婦たちの姿が目に入った。津村病院の皆様、お久しゅうございます。皆さんが昔を忘れず、こうしておいでくださったことに感謝します。今から歌います歌は、自ら作曲した母の愛です。 構造との恋に走り、とし子を思い切ろうとした自分、勝ツは我が子への思いを切々と歌い上げた。<noise> バレるような拍手を浴びて楽屋へ戻ると、ママちゃん、この先生が熱海で見ていただいた先生よ。構造様事情は全部、このとし子ちゃんから伺いました。 娘のことを打ち明けず、姿をくらました私をさぞお恨みでしょういや、むしろ全てを知った今だからこそ、あなたを全身で受け止められた気がします。あの日、カツラの木に誓った約束をもう一度やり直しませんかいいえ、今のままではご両親が納得なさらないわ。これからは精進して、 つむら家にふさわしい一流の芸術家になってみせます。それまで待っていてくださいますかええ、待ちますよ。かつえさん、その時が来るまで、きっと来るまで。今、二人は互いを信じ合う確かな心で結ばれていた。愛禅かつらの木のように、強く太い絆で。ほっほっほっ。ほほ どうじゃったかなそれでは皆さん良い一日を